はい、毎日学習会の林です。早速やっていきましょう。今日は慶応 の SFC ですね、受ける上で、AO を受ける上で自宅浪人ってどうなんだろうっていうお話をちょっと、したいと思います。よろしくお願いします。で、なかなかこう難しい部分もあるかなって思うんですけど、まずその浪人をするときにどういうふうな形で浪人するかって話ですね。予備校に通いながら SFC の AO を受ける、あるいは大学に通いながら SAC の AO も受ける、まあ、そういう方多いと思うんです。まあ、全然それで予備校通いながらとか大学通いながら SAC の AO を合格されている方もいるのでそれを否定するわけじゃないんですけど、まあ、その自宅の浪人、まあ、時間めちゃくちゃあるわけですよね。だからその自宅で浪人してるっていうことが気にならない人であれば自宅で浪人するのは一番コスパいいんですよ。で、一方で自宅で浪人するってやっぱり生活リズムも崩れちゃうし、なんかあんまりそこのとこ微妙だよねみたいな話があって、そこをどうするかっていうところもやっぱり考えていかなきゃいけない。だからこう例えば、まあ、予備校とかってものすごく保険者高いって言われるしなかなかしんどいねってみんな言うんだけど、そのやっぱり通うところがあるっていうのはそれはそれですごく意味があることで、そこをこうどういうふうにやっていくのかっていうのがすごい大事だったりはするんですよね。で、そういうところをこう改めて見てた時にこう通うところがあるってまあめっちゃ大事だよねみたいな話もあって、そこをどうするかっていうのはまあ常々考えていかなきゃいけないところがあるんですけど、まあそこら辺ですよね。そこをこうどういうふうにやっていくのかっていうのがまあすごい大事なところではあったりして、まあちょっと考えていかなきゃいけないっていうところは非常に話としてはあると思います。なので、そこら辺でこう自分がこう、どういうふうな感じの選択をこうしていくかどうかっていうところですね、それが非常に考え方としてはやっぱり大事になってきます。で、自宅浪人しててあんまりメンタル病まない、ずっと私全然メンタル病まないですよ。よくなんか一人で家で仕事をしてるとメンタル病むって人いるじゃないですか。私全然ないですね。なんか一人で例えばそのずっと仕事をしててメンタル病まないですか。まあ、うちはスタッフいるんだけども、まあ、基本的にこうベースとしてこう塾をどうやって拡大していくかとか考えるのは、まあ、自分が考えてスタッフと相談してっていう形なので、まあまあその一人でやってるみたいな部分も結構あるわけですよね。で、メンタル病まないですか、まあ、本当に一人だったらメンタル病むのかもしれないけど、結構スタッフいるからあんまりメンタル病まないのかもしれないけど、一人でやったとしてあんまり自分メンタル病むって感じしないんですよ。ただほとんどの人は基本的には一人で自宅でやってるとやっぱりメンタル病んじゃう人多いんですよね。だからその自分が一人で自宅でやってるとメンタル病んじゃうタイプなのかどうかとかっていうのはちゃんと把握をした上で多分やった方がよくて、そこがこうできるかどうかっていうのは非常に大事な部分だと思いますんで、ちょっとそこら辺に関してはですね、やっぱり考えて、どういうふうにやるのかっていうところは、ちょっと一つ自分なりに考えてみていただいた方がいいかなっていうのは、思ってるところです。なのでちょっとそこをねどうするかっていうのはまた改めて考えていただければなというふうには思います。